どうも、飛び石電機の藤井ページです。毎週ですね、ゲストの方を招いて、ズームで生配信やってるんですけれども、今日は大阪からご出演ですね。今や九州のスター、ゴリケンからの紹介と言っていいんでしょうか。すでにスタンバイしてくれております。青空の須藤さんです。どうぞ。いいかね。はい、来ました。あ、いや、出た。はい、よろしくお願いします。吉本興業の青空須藤です。ごめんね、遅い時間に。とんでもないです。眠たいやろ。全然もう、うん、全然目開いてへんもんな。いや、いつもいつもよろしくね。お願いします。めちゃくちゃ久しぶりじゃない？もうだって15年以上ぶりぐらいじゃないですか。まあ、だって次前にいつ会ったか思い出されへんもん。そうですね。どちらかというとね、うん、藤井さんが前のコンビの時の方が覚えてますもんね。いや、もう前のコンビでもう解散した25年ぐらい前でも。うん、もう今、はい、組んで何年？青空って26年目です。26年。うん、はい、26年で俺はそのうちのもう24年ぐらいを知らないよ。うん、ああ、そして、うん、もう青空が何を行ってきてどうなったのかわからないよ。俺はネットニュースで、はい、岡の方が結婚したのは見たけど。そうなんですよ。あんなニュースいります？売れてもないのに。誰でも出るんだよ。大体誰が興味あんねんですよ。うん、俺だって出てんからもう。大体あのヤフーニュースのコメント欄に誰やねん、知らん人のニュースにせんでええですって書かれんねんから。うん。やばい。うん、最近はどうですか？最近は、まあ、うん、相方も子供も大きいんでね、うん、今もそっちもやりつつ、舞台もやりつつで。ちょっと休んでたの、ほんなら。そうです。相方が、出産、妊娠出産の時は休んでました。あ、そうなんや。で、私一人でやってました。あ、そう。一人で何してたん？一人で、ずっと、営業はずっと行かせてもらってたんで、その流れで営業行って、私ずっと MC させてもらってました。ああ、なるほどな。そうなんや。の。そうやっても一人で仕事くれたりするのめっちゃ優しいやん、吉本。いや、もう本当にありがたかったです。私、ボケやから、今まで仕切ったことなかったから、うん、何にも分からずで、で、営業一緒に行ったハイキング、ウォーキングとか、ジャルジャルに助けてもらって、うん、育ててもらいました。そうなんや。なるほどな。ハイキング、ウォーキングとか、東京の人とかと営業一緒に行ったりもしてたんや、ほんなそうなんですよ。吉本の営業で行かせてもらってるんで、うん。そういうパックがあるもんな、なんかな、吉本の芸人さんで。ありますあります。うん、そうなんです。もう、同期がゴリケンとか、あと誰やったっけ、バイキングとかも。はい。厚めのところやな。いや、もう、不作のって言われてたのにね。最初は、なんかそんな感じやったけど、全然今、蓋開けてみたら全然そんなことないやんか。でもやっぱり変わったもんばっかりしか残ってないですよね。変なやつしか残ってない。いや、まあでもどこもそうやって、それは。そうなんですかね。うん。だからさ、さっきも言ったけど、俺は日曜の劇場しか知らなくて、はい。で、その後解散して東京に来たから、あれでしょ、青空ってベース吉本とか出たんでしょ。そうです、ベース吉本で出た。ベース吉本を俺全然知らないから。はい。一回も立ったことないし。もうベース吉本とも一番初め藤原さんとかおられました。藤原さんがトップでおられて、で一番下がうちらとかでしたね。あれやんな、超合金とかまだやってる頃やんな、吉本超合金とか。そうです。はい、あの頃ってさ、結構ストリークさんと私らが下ですわ。ストリークの方はもっと下やろ。いや、一緒です。あ、一個上ですもん。ストリーク一番下やろ、ほんま。あんま間違えた。ストリークの吉本が一番下やろ。あ、それはそうですね。その頃って結構あれじゃないの、めっちゃ人気あった頃じゃん、ベース吉本は。ベース吉本はすごい人気ありました。だってウエストサイドやろ、ウエストサイド。そうなんですよ。だから劇場、うん、難波の駅から劇場まで、うん、日曜日、毎週生放送あったんですけど、うん、その難波駅からなんか普通にマイクロバスで行ってましたもん。劇場まで？はい。歩いた方が早いっちゅうねんと思って。信号渡ったすぐやのに。それなんで、ファンが多いからってこと？人がうわーって寄ってくるから。いや、自分ら寄ってきえへんやろ。
そうなんですよ。だから行かしてくれよと思うんですけど。でも乗せてもらってたん。そうなんですよ。だからもうファンの人からは、お前なんで乗ってんねんみたいなね。だってな、南米からベースショーの歩いて5分ぐらいやろ、だってあそこ。そうです、そうです。なあ。それマイクロバスで出たん。そうなんですよ。それは聞いたことないわ。そうなんや。だからもうすごかったです。で、その後、南港の方で3万人のライブとかみんなでしたりとか。うん、あれな、サマースマイルな。いや、覚えてますね。いやいや、チャットにもあったから。いや、俺知らないよ。俺、情報でしか知らないけど。サマースマイルですわ。あれでしょ、北田ラジオが演出やったやつでしょ。そうですよ。今もやってますわ、劇場で。北田さんいるの、まだ。いますよ。え、どこに？漫才劇場？はい、あ。知らんかった。もう丸になりましたよ。昔みたいに尖ってない。そんなわけないよ。丸い今はもう怒ったりしないですもん。いや、めちゃ、うるせえから言って、この辺から声出してめっちゃ怒られてたもん。毎回怒ってましたもんね。はい、なんかさ、前に野々村さんに出てもらってんけど、はい、で野々村さん2丁目劇場じゃない。はい、そうですね。その頃もさ、めちゃくちゃ人気あって、はい、お客さんはもうほぼ 99.9% 女の人だったからさ、はい、結構嫌がらせにもあったとか言ったけど、あ、青空は別にそうないか。いや、あるわ。ないやろ、別に。あるあるある。大丈夫、こいつは大丈夫みたいな感じで見られて。いやいやいや、劇場の男全員と付き合ってることもあってましたからね。どういうことやねん。ほんまに、うん。入り口から出てきただけで付き合ってると思われてましたからね。ちょっと待って、ほんまに？ほんまになんかそんな。そうですよ。めちゃめちゃ言われましたもん。近寄るなみたいなこと。ロザンのファンとかランディーズさんのファンとかにめっちゃ言われました。どんなんされんの。なんかなんなんあいつみたいな手紙とか送られてきたりとかします。手紙、それはどんな手紙、うん、なんかお前調子乗ってんのよみたいな。付き合ってるかしないけどお前みたいな遊ばれてるわみたいなね。じゃあもう付き合ってるっていう感じになってんねん。そうなんですよ。いや、遊ばれるだけでもありがたいな思ってるんですよね。その頃もやっぱり女の人のお客さんばっかり。そうです、うん、でもたまにそういう嫌なファンレターっていうか、うん、手紙の中で、うん、それロザンのファンやったんですけど、うん、ロザンのファンの人があんたらのことめっちゃ嫌いやけど漫才おもろかったわって言ってくれたのが嬉しかったんですよ、うん、何そのツンデレみたいな感じ。だからちょっとそこはなんか認めてくれんやと思って頑張ろうと思いました。あー、なるほどな、うん、ちゃんと面白いことしたら笑ってくれんねん。はい、だから嫌なこといっぱい言われたりしましたけど、うんうん、なんかそれがあったから頑張れたなっていうのはすごいあります。自分らだけ女の人、その時はもうその上がもう高野さん抜けられたんで安友さんになったんですよ。あ、安友さんってベースも、じゃあもうずっとしばらくは青空しかおらんかったんや。はい、ただありがたいことにどっちもブスやったから。そうやな、そこまで。そうなんですよ。だからちょっとありがたい。いや、今ほらあんまりそういう見た目のことを言うたらあかん時代やから。いやいや、誰が言うてんすか。で、一番言うてましたやん、2丁目の時は。ブセやったもんな。いや、でも綺麗になったもんないわな。全然見てないでしょ。適当やわ、ほんま。あ、そう、大変やったな。まあでもなんかそれはそれ楽しかったですけどね。あれじゃない、NSC の時は女の人も結構いなかった。俺13期とかって半々やったで、男と女。うちらは250人入って女の子20人ぐらいでした。え、あ、そう。はい。おー、俺ら半々いてさ、まあもちろんほぼほぼもういないねんけど。そのうちの一人がもう辞めてからですけど、うん、その女の子ね、うんうん、同じ同期やった女の子が、うん、辞めてから一人、うん、今の新喜劇のスッチーと結婚しまして。え、そうなん？はい、嫁です。スッチーの奥さんは元芸人なんや。はい、元芸人で、私の相方、岡さんの元相方です。うんうん、そうなんや。そうです、1ヶ月だけ混んでたんですよ。しばらく、その、芸人活動は続けてたらもう NSC だけぐらいの人？ NSC 出て1ヶ月2ヶ月ぐらいで多分辞めてます。うん、あ、そうなんや。それは別に公にしてんの、スッチーは？それ、あ、もう全然公にしてます。どこで知り合ってやろうな。だってスッチーは NSC じゃないでしょ。私の相方とその
奥さんがもともと吉本入ってきてから分かったんですけど、うん、同じ高校の、うちの相方は卒業生やったんですけど、1個下で高校3年生で入ってきてたんですよ。あ、ほんと。組んでて、まあ仲悪くなったわけじゃないけど、解散して私と相方は組んだんですけど、うん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 、妻と一緒にバイトしてたんですよ、うちの相方と2人ずっと。どこ、スナック？スナックじゃないです、コーヒーの青山です。コーヒーの青山で。そこでバイトしてて、スッチーもほぼ同期ぐらいやから、仲良くて、でよく遊ぶことがあって、その奥さん可愛いなってなって、そこがきっかけですね。あ、ほんま、はあ、結婚するまで多分8年、7、8年付き合ってました。へえ。じゃあ、ビッキーズの頃はずっと付き合ってたっていうことだね。そうです、そうです。うん、結構ここのチャットには有識者が集まんねんけど、それでも結構みんな驚いてるな。あ、そうなんですか。おお。あ、川村さんスパチャありがとう。青空さん漫才面白いです。漫才アワードの常連でしたね。千鳥さんに何度も買ってましたって書いてるよ。そうなんですよ、すごいな。千鳥に買ってたんや、今をときめく千鳥に。まあ買って自分なんか一番びっくりしましたけどね。買ったやんみたいな。なんかこれこの間見てんけど、ネットニュースになったけど、はい、まあ、漫才劇場みたいなのに出てて、みたいなの言うたら、はい、漫才劇場っていうところに出てて、今度、はい、卒業するんでしょ。そうなんですよ、やっと卒業するんです。なんかあれは芸歴で線引かれんやったっけ。なんかそうなっちゃうか。芸歴16年目と、あと、うん、めちゃめちゃ過ぎてるやないか。いや、そうなんですよ、めちゃめちゃ過ぎとるやないか。めちゃめちゃ過ぎとるんですよ。おう、でなんか解散したりしたらまた結成16年目までなったんですね。あ、なるほどね。うんうん、だからまあこれも残ってたりとかして、要は M1 出られへん人らはもう出て行ってくれみたいなこと。そうです、そうです、うん、ただずっとチュートリアルの徳井さんにはあいつらは25年もずっと劇場でバトルで戦っているって言われてて、何年あいつらを戦っていかなあかんのやって言われてました。しょうがないやん。そうなんですよ、私だとヘッドライトはもう長いですからね。そんなこと言ったら俺も昨日事務所のランキングライブに出てたとこやからな。あ、そうなんですか。おお、それも現役バリバリですよ、そんなもん。でも私ら今週でそれ、うん、バトルは終わりますわ。やっとな、人と競ってええことなんかないからな。そうなんですよ。どうなんのそれ、卒業したら。卒業したら、まあ、8組一緒に卒業するんですけど、うんうん、その劇場の、芸人にはならないんですけど、うん、劇場は土日も稼働してて、うん、そこは新喜劇の若手とか、うんうんうん、卒業した子も出てるんですね、うん、だからそこに出たりとかする子もいると思います、うん、あ、じゃあ別にあれなんや、さまよえる漫才師になるわけじゃないん。いやでもまあ弊社のことなんでそう言うてるけど、どうなるか分かんないでしょ。まあな、そうなんですよ。そうなのよ、結構システムが変わるとな、あぶれる芸人いっぱい出てくるからな。もうそれ社員さんも多分分からへんから、まだ、うんうんうん、仕方がないんですけどね。ほら、そこめちゃくちゃ気になってましたって書いてる。まさかね、いや私も気になってましたよ、そんな。青空の行く末を気にしてくれる人がいるとはな、うん、ありがとうございます。でも野球の仕事だけはちょこちょこ入れてもらってます。野球の仕事してんの。野球、まあ、私野球大好きで野球芸人でやらせてもらってるんですけど、してるしてる、うん、去年もやったんですけど、今年も8月にまた多分オリックスさんから仕事もらえるかもみたいな感じで、うん、めっちゃええな。そこちょこオリックスさんとかにもお仕事もらってて。オリックスは優しいよね、いろいろ芸人さんに仕事あげたりとか。劇場の前で試合前に舞台作ってもらって、うん、ビーズガールズの前でみんな出たりとかをずっとやらせてもらってて、うんうん、すげえ。はい、まあコロナも明けたんでまた出してもらえるかなって思ってるんですけどね、うん、いいな。俺別に阪神ファン言ってても何の仕事もないし、あと阪神ファンの芸人多すぎやし、うん、そうなんですよ。だから私も阪神ファン、まあ、野球が好きやから、うん、阪神の仕事もずっとしてたんですけど、なんやそのどこにでもええ顔しやがって。私でも社会人野球ファンなんですよ一番。これもずっと言ってるんですけど。聞いたことある。そうなんですよ。でめっちゃアンチもないし、プロ野球で。どこのチーム好きとかないの。ないです。だって各球団一人、絶対好きな選手いますもん。あ、ほんと。はい、あ。で、世界一好きな選手は巨人の人でした。うん、
え、巨人の河合さんです。バント職人です。あ、いや俺はもうちょっと中日のイメージやけどな。え、巨人ですよ。オルナミン C の CM 出てましたやんか。出てたけど、そうやけど渋いな、渋いとこ行くな。河合さんがもう世界一です。あ、そう。どこが好きなの？巨人にいながらあんな地味やのにレギュラー取って、で確実にバントを決めるっていうね。いや、それはもう今の阪神見てたら送りバントがどんだけ難しいもんか分かるやろ、そら。ほんま、そうなんですよ。せーのにバントいらんとか言う人おるでしょ。いるっちゅうね、うん。何の話や。社会人野球見に行ったらお見かけしたことありますっていう。ありがとうございます、本当に。社会人野球はな、お客さんの数も少ないから、見かけられる確率高いやろうな。で、男性の方が多いですけど、うん、今私、社会人野球のマネージャーやと広報やってるんですよ。え？社会人野球のマネージャーと広報やってるの？はい、社会人野球好きすぎて。それは、全体のっていうこと？そうです。もう、まあ、でも広報って言いながら、まあ、こんな仕事もしてるんで、うん、毎回行ったりとかできるわけじゃないんで、昔はちょこちょこ球場にも行ってましたけど、うん、今はもう広報という肩書きで、宣伝部長やらせてもらってます。すごいな。もう10年目になりますわ。社会人野球は今主にどこのグラウンドでやってるの？今は甲子園の近くなんですけど、首都のグラウンドで大阪ガスの近くでやってます。うん、知らんことばっかり言うてくるわ。はい、なんか仕事がいろいろあるんやな。もうそうですね、周りがなんか仕事にしてくれるというか、うん、ありがたいことに。社会人野球で好きな会社はどこですかっていう質問あるけど、一番初めに社会人野球がハマったのは JR 東海やったんですよ。JR 東海、おう。あとパナソニックが好きです。うん、社会人野球ってたまに急にチームなくなったりせえへん？しますよ、統合とかしたりとかします。JR 東海はまだあるの？ JR は大丈夫です。パナソニックも大丈夫？パナソニックも大丈夫です。今、鳥谷さんが特別講師でいますので。嘘。だからファンが増えたんですよ。力入れてるな。さすが鳥谷さんやな。そうなんですよ。あ、そう。なんかそういう仕事、ええな。もう楽しいですよ。自分の好きなことがほんまにし、まあ、お金にはならないですけど、仕事になるって楽しいなと思います。じゃあ、漫才の仕事と社会人野球の仕事、今何対何なん？91で野球ちゃいますかね。91で野球か。やっぱね、うん、これね、もうほんまに女芸人さんに言いたいです。うん、まあ、何ですか？売れてる方はいいですけど、うん、まあ、私らもちょこちょこ昔はね、先輩のおかげでテレビに映らせてもらってましたけど、うん、やっぱね、うん、女の子はね、結婚とか出産となってね、うん、ちょっと離れるとね、うん、もう吉本なんか次々出てきますからね。まだおったんって言われますよ、社員に。いやー、きついこと言うてくるな。そうなんですよ。だから、いや、まあ、一生やめませんけどねって言っていますけど。でも確かにね、まあ、うちも奥さんの出産とか、見てるけどさ、1年ぐらいは思うように動かれへんもんね。そうですね。うん。で、結構芸人さんって、なんか、うん、新喜劇の秋江姉さんよくしてもらってるんですけど、浅香秋江さん、うん、はい、うん、秋江姉さんとかももう劇場に連れてこいって言うんですよ、子供を。ああ、そしたら誰かが見てるからって言われて、うわー、優しい。で、私は別に子がいても、うん、何とも思わないから、うん、別に周りに何と言われようがどうでもいいから連れてきたらええちゃうって言って、うん、相方がいろんな劇場に連れて行けるときは行ってたら、うん、芸人さん、自分もお父さんになってる子が多いから、うん、可愛がってくれるんですよ。うん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 、だから意外と劇場には連れて行きやすい環境にみんながしてくれたなとは思いますけど。わかる、わかるよ。ね、もうたまに見かけるライブとかでも、はあ、ライブとかでも東京のライブとかでもたまに、はあ、もう預けるとこなくて連れてきましたとか言うてる芸人とかたまにおるよ。そのいいよね、そういうチームワークね。そうなんですよ。で、うん、一番安全じゃないですか、自分らの仕事場に連れてくるって。でも優しいよね、みんなね。そうですね。相手して見てくれるからね。はい、